50アクションエクスプレス弾、A。50アクションエクスプレスは大口径ハンドガン用の弾薬。1988年にアクションアームス社のアメリカ人エヴァンウィルジンによって開発された。50AE は生産されている拳銃弾の中でも最強クラスの弾薬である。50AE を初めて採用した拳銃はアルカデアマシンツール社の AMT オートマグマーク。 だった弾薬の直径は547インチでリベーテッドリム。50AE のリム径は44マグナム弾のそれと同じである。50AE のマーク19デザートイーグルはバレルとマガジンを交換するだけで44マグナム弾に対応する。当初、50AE 弾のアメリカにおける登場は難航した。これは合衆国の法により、 非スポーツ用途の重火器は、光景が0.5インチを超えてはならないと、規定されていたためである。当初の、50AE の光景は、従来のライフリングを想定した、51インチであったが、デザートイーグルの生産時にポリゴナルライフリングへと転向したことにより、プラグゲージが通り、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局が定める、破壊的装置として解釈されることとなる。 名目上の光景は当初の51インチから0.5インチへと縮小したためテーパーかかった薬莢が特徴的である。現在 50AE 弾の実砲は CCI アミュニション、スピア、ホーネリ、IMI などが生産しており IMI 製弾薬はアメリカのマグナムリサーチ社がサムソンウルトラの商標で輸入している。標準的な6インチバレルのデザートイーグルから スピア車の300グレイン弾が放たれると、重工初速は1500フィート、S、マズルエネルギーは1500フィートポンドを超える。デザートイーグルでの、50AE 弾の反動は、かなりのものであり、銃の気候と重量により多少軽減されるものの、44マグナム弾よりも強烈である。50AE に対応する他の銃器には、AMT オートマグ V やラーグリズリーウィンマグなどがある。 コーナディー社の 50AE 弾300クレーンホローポイント弾の箱スポーツ下記及び10弾製造業者協会では 50AE の最大チャンバー圧は36000、プシーと規定している。市販のファクトリーロード弾は1800フィート、LBF 近い発活力を発生する。新品未使用の新中製プライマーはスターライン社が販売している。 弾丸の製造業者はいくつか存在するが、500S&W マグナム弾用に設計された弾丸の多くは、50AE 弾専用の半自動拳銃で使うには長すぎる。他の大型拳銃弾同様、50AE の用途はメタルシルエット射撃や中、大型銃を対象とする狩猟が一般的である。十四マグナム、五十四カスール、 460S&W マグナム、500S&W マグナムなどのように、熊などの大型銃からの自己防衛にも適している。ありがとうございます。